小木曽です。木崎です。インオースこちら、日本門通りの前にいらっしゃいます。いらっしゃいます。まあ、オースといえば、愛知でも有名な場所なんですけど、私たちにとってはね、すごくゆかりのある場所なんですよ。第二の実家だよね。ということで、こちらね、まず右手に今、大須観音という場所があるんですけど、本当に大須駅から歩いてすぐ、近いよね。はい。まあ、観光名所としても有名なんですけど、まあ、私たちはその SK48 の時に、ここで PV をね、撮らせてもらったので。バンザイビーナスという曲がありまして、はい、爽やかな。ね、可愛い時の私たちが見れますので、ね、ぜひ調べてみてください。そのバンザイビーナスの PV は、1000人のエキストラのファンの方たちと一緒に踊った、結構圧巻の PV なんですけど。大変だったよ。そう、その皆さんが振りの練習してくださってたのが、この大須観音の敷地だそうです。敷地内で入って、そう、多分ですね、メイキングとかでに映ってると思うんですけど、でその後あの中で私たちと一緒に踊っていただいたっていう感じの場所なので、結構 SKE のねファンの方にとってもメンバーにとっても思い出の場所ということで、うわー、早速ワクワクする、歩いていきたいと思います。行っちゃいましょう。レッツゴー。あ、あの時だって何歳よ。まだだって15?6? でしょ。15とかかも。私も18、7とかだったんで。若いよね。で、まさにここ今、日本門通り入ったんですけど、ここら辺ですよね、踊ってたのって。いや、もう超この辺。そう。この、懐かしい。青柳ういろ、名古屋といえばの。懐かしい。日本店さんの近くだったので、多分ここら辺だと思うんですけど。多分もうまさにここまさにね、踊ってました、踊ってました。そうそう、めっちゃ音楽流してね。そう、踊ってましたよ。でもなんかやっぱちょっと違うね。やっぱ、変わってる。変わらないものもあるけど、ちょっと変わってる気もするね。こういうちょっとおせんべいとかがあったりとか。でもここ多分前からあったな。あったと思う。ここは多分ここ入った気がする。あ、ここだ。え、間違えた。オースウイロです。あ、ここですね。ここの前で踊りました。あ、オースウイロさん、ね、立派ですね。ここのまさに真ん前でここら辺で踊ってます。バンザイグラスときます。せーの、バンザイ。ちょっと恥ずかしい。ぜひね、はい、PV を見ていただきたい。本当に若かりし頃の私たち、あの頃の大須が見える。あの頃の大須が。でも大須とかさ、あんまもう来ないよね。いやー、来ないね。だからお買い物ってなったらさ。免疫とか栄とか、でもさ、今はさ、食べ歩きとかがさ、やっぱすごくてさ、そうらしいね。そうそうそう、おしゃれな食べ物とかさ、クレープとかもいっぱい売ってるから、売ってる売ってる。でも私大須といえば絶対に毎回来たら食べるものがあるんですよ。え、大須のみたらし団子といえば、お団子ね。はい、あそこですね。みたらし団子といえばもう大須。あれ美味しいんだよね。そう、普通にちょっとここからは食べ歩きというか、ね、食べたいものを食べていきたいと思います。やっぱなんかこの大須の雰囲気、地元の商店街みたいなね。うん、確かに地元って感じ。そうそうそう。わー、でもおしゃれですね。おしゃれなカフェとかもね、前なかったよね。なかったかも。いいね、いいね。あれ、あれかも。あ、そうそうそう。じゃあお団子をね、ちょっと買いますか。買いましょう。ここの大須名物って書いてある。やっぱ並んでますね。ね、新宿本店本店。ちょっとお団子を買いに行きたいと思います。買いましょう。みたらしもきなこも両方美味しいっていうね。じゃあ両方買うか。買っちゃおう。いや、もう匂いがやばい。なんかみたらし団子1本100円ですよ。すごい。けどやっぱ多分物価高でちょっと上がってるのかな。確かに。昔多分だって何十円とかだった、うん、けど100円でも食べたいよね。なんか今さ、ちょっとね、おしゃれなみたらしなんか筒に入ってて、取り出したらきな粉と一緒に出てくるみたいな。あるある。ね、そういうのもあるけどさ、やっぱこういう王道な。古きよく団子。昔おじいちゃんとおばあちゃんがやってたけど、ね、もうだいぶね。あ、ね、いいよー。やばい。はい。みたらし団子2つと、きな粉団子1つお願いします。はい。あ、お姉ちゃんに出させようとする。はい、はい、美味しそう。
やあ、うまそう。2本、ありがとうございます。はい、というわけで。あ、変わらないな、なんか。きなこと、みたらし。みたらしを買ってきたので。今日はスタッフさんの分も買いました。はい、どうぞ一緒に食べましょう。じゃあいただきます。いただきます。こっち行きます。うん、美味しい。柔らかやっぱ匂いはみたらしの匂いのがうんまっ。美味いよね。てか文字に変わらんかも。スタッフさん食べたことあります？ん、ちょっと食べてみて。重いんだ、うん、マジで柔らかい。なんかちゃんと餅つきたてって感じ。え、きな粉うまっ。ね、このね、甘いのしょっぱいの交互やばい、うん、こんなんまじペロリだよね。でも大須で食べ歩きって言ったらやっぱこれは絶対食べるべき。絶対食べてください。うん、もう1本ずつ買って1人で食べてください。これもこの PV で食べてるシーンがあって、私たちじゃないんですけど、うん、PV にも載ってるお店なんで、ね、そうそう。なんか今も変わらずちゃんと保存名で嬉しいです。保存名本当にね。でもね、あのコロナとかもいろいろあったねだろうから。本当に昔だってあの劇場に差し入れで買ってったことある。そうなの、うん、何十本って買って包んでもらって、うん、後輩に、うん、後輩にも持ってった。先輩してる。お世話になっております。お世話になっております。ありがとうございます。じゃあ、ゆりはこの団子を食べて、そっております。いやー、お団子食べたんですけど、美味しかった。まだちょっと、お腹が物足りてないので。やっぱ、お酢といえばね、食べ歩きなんで、いろいろお店が新しいのも増えてて、迷う。なんか、東京のロケしたじゃないですか。うんうん。私、めっちゃビビり散らかしてたじゃないですか。新大久保だね。そう。でも、やっぱちょっと名古屋だと、若干の安心感ある。あの何回も来てるし。本当。そう、やっぱり地元？地元の温かみが。そう。今日はちょっとだいぶ楽しい。強気。楽しいです。楽しいです。でね、さっきの通りから、うん、隣の通りをちょっと歩きましょうか。ね、あ、ここもでも超懐かしい。本当だ。でもちょいちょいね、閉まってるとこも今日平日なので。そうだね。でも人多くないですか？平日でもこんなに人いるのすごいよ ね。もっとなんか静かな感じかと思ったら賑わっててびっくり。うん、食べたいのある、ね、まだ。私唐揚げ食べたいんだけどさ。うん、すごいよ結構。天むす。美味しそう。天むす屋さんだって。やば。しかもいろんな天むすある。面白いね。買ってみる。え、待って、だし巻き卵。私明太子も買おうか。美味しそう。何が人気とかありますか？いつもエビなんですよ。エビがなくて。いや、エビはなくて。あ、なるほど。明太子買ってみようかな。私じゃあ、だし巻きにしようかな。だし巻きと明太子。珍しくないですか？エビが今日はないみたいなんですけど、いろんな天ぷらの天むす。私がだし巻きの天ぷら買って、木崎さんの明太子の天むす買いました。鬼天さんです。ここは初めて来ます。ね、新しい目かも。かわいい。一口サイズでちょっと。これが私が、卵焼きの天むす。面白いね。で、こっちは明太子の天むすです。いただきます。食べやすい。こうなんか一口サイズでさ、ね、460円だったんで2つで。お、安い。30円。いいね。しかもちょい食べにいいですね。ちっちゃいから。いただきちゃいます。いただいちゃいます。どうやって剥いたの？うまいぞ。ちゃんと具がなんかなんていうの、ずっしりしてて、こんなちっちゃいけどすごい満腹感がすごいです。いただきます。ケーキみたいな。おいしい、うん、甘い感じの卵焼き、うんうん、こういうのはいいね。おしゃれです。おしゃれ。美味しいし、うまー。あ、ここ超いい。いいね、うん、多分これもできるんだよ。お茶漬け、いろんな食べ方ができていいですね。サイズがちょうどいいね。うま。
お団子食べ、はい、天むす食べ。でもさ、こんだけちょっとずつ食べるとさ、うん、お腹もちょっとさ空いてきてさ、そうそう、いろいろ食べれる。あそこも有名ですよね、ソロピザ、あの世界一の有名だね。ここのピザもめちゃめちゃ美味しいです、うん、あの若い時私この通り通ってて、うん、ここが、うん、なんか ビアうん、ビアガーデンっぽい、はい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 、通りで海外の方がよくビール飲んでるんですけど、うんうん、ハイネケンとか飲んでるんですけど、うん、ずっと憧れてた。いいね。これがピザね。そう、こっちピザで、ここは木崎さんが憧れてた。めっちゃ憧れてた。全種類飲みたいもんね。今だったらいけるでしょ。いや、今だったらもう本当この辺住んでたらもう通っちゃうよおしゃれだね。あと結構韓国系の、うん、何袋麺とか、うんうん、韓国グルメみたいなのも置いてあったりとかして、たまにちょっと新大久保っぽいところもあります。今日はちょっと大人なあれなのかもしれないそうだね、あのちょっと飲みながら楽しみたい人、うんうん、もう行きたいっしょ超行きたい。この後今日もなんか予定あるんで、もう一本取んなきゃいけないもう一本取んなきゃいけないで、このまま飲むことはできないですけど木崎さんだいぶビール飲みたくなってます。ここなんかロケで、あのそう、そうやってそうやった、鶏の丸焼きがあるんですよ。あれ映るかな。いや、めちゃくちゃいい。ブラジルのお店なのかな。大人になってやっとわかる、ここの通りの良さが。確かに。しかも多分覚えてないかもだけど、大須のそのロケも一緒に来てるから、ね、あ、じゃあここ座ってのも一緒。そう、4人くらいでさ多分3人で芸人さんかな。あ、あのアナウンサーさんと4人で来てるのも一緒の仕事だったので、一緒に大須ロケしてます。ゆりが大須に再上陸しましたよそろそろだと思うんですけど、この辺に我らが、あ、あそこかな。あ、あそこじゃないですか。あ、本当だ、看板が見える。やっぱ人が多いですね。多いね。ちょっと並んで唐揚げを買ってきたいと思います。こちら B さんの唐揚げです。並んでいきたいと思います。ポテトもある。本当だ。でも元祖か。元祖だね。元祖台湾唐揚げですね。台湾ポテト辛さどうする？こちらの辛さ、唐揚げね。あ、唐揚げ。はい、というわけで B さんのポテトと唐揚げを買って近くの公園にちょっと休憩しに来ました。懐かしい、 B さんの唐揚げとかねえ食べて。これ私ポテト初めてなんだよ。なんかさ、ちょっと甘いって書いてあったよ。うん、ほんとだ。え、何味？え、ちょっと甘ポテ？不思議ポテト。うまっ。何これ。え、なんだろう。砂糖？砂糖とは違う。なんか梅？不思議。なんだろう。え、何の味なんだろう。もうなんて言っていいか分かんないんで食べてみてくださいでもいろんな種類多かったですね、うん、タピオカとかもあったしさ。そうだね、唐揚げもいろいろ種類あったんで、いっぱい入ってますね。で食べちゃいます。うん、うん、サクサク、甘じょっぱい。あ、うまい。悪い味するそれ言うとちょっとわかる。でも罪な味だよね、うん、罪な味。カリカリで美味しいです。ありがとうございます。自分恥じてやつ食べかけよう。ポテトどうぞ、うん、いただきます。やっぱ大須はいいところですね。うん、久しぶりに来るとお店も結構変わってたりして楽しかった。最高。何よりも美味しいものが多い。うん、うん、洋服とかもね、多分いっぱいあるんだろうけど、うん、本当にどこの路地入っても、うん、大通りだけじゃなくてどこの路地入ってもめっちゃいろんなお店あって楽しかった。これめっちゃ癖になるな、この味。めっちゃ美味しいな。締めたいんだけど、ちょっと唐揚げ頬張りすぎてはい、というわけで、はい、久々の大須商店街どうでしたか、木崎さん。や、いやー、これはこれは太りますよそうね、悪魔の通り。ちょっと語弊ありますけど、それぐらい本当に新しいお店もいっぱいできてたし、うん、昔からあるいいお店もまだね健在だったので、うん、はい、嬉しかったな。すごく楽しかったです。ありがとうございました。我らのオス、はい、ぜひ皆さんも遊びに来てみてください。以上、バンザイビーナスも、バンザイビーナスもね、ぜひあの一回見てロケ地に聖地巡礼してみてください。はい、では以上、ギソさんと木崎さんでした。バイバイ。おっさん行こう。何？おっさん行こう。おっさん行こうって聞こえる
わしがギザキのユリアでござる。回ったぞ。近っ。唐揚げ町です。喋ってたもれ。喋らん。あー、100円のお団子ってさ、何本売れたらさ売り上げ取れる。確かに。どうなんだろうね。